ラジオペンギンと出版皆さんこんにちは西賀祭出版の中村慎太郎ですこんにちは大城あしかですはいというわけで「巨像石丸真珠研究」が届きました届きましたはいこのね石丸 の石の字がちょっと切れてるのかね。そう僕ね。最高にチャーミングなところ。そう思いました。<laughs> あの上のはいこんなあのキワキワに石を置くっていうのはなんかね,ねちょっとあのー。 あの、前回の YouTube の編集画面、うん、再生画面に画像を使ってたじゃないですか。で、あれ上切れてるかなと。そう、俺、アシカさんミスってんじゃんと思ったそうでしょお互い思ったんだ。<laughs> <laughs> 僕も、あれ中村さんこれ切れてるよと思ったら切れてるよと思って、アマゾンの画像が切れてるのかなと思って、<laughs> はい、その届いた本見たら、本が切れて まさか本物が切れてると思わなかったっていうね。びっくり。はいまああのね、はいこの本は大手出版社からお声がかかるかなと思いつつも、来ないから、しょうがないから自分で出すかっていう、自分の出版社があるのがね、強ですごいことですけど、はいね結構面白い話だよね、自分の出版社があるっていう。そうですね。うちもそうだけどね、不思議となかなか本は出ませんが、俺が原稿派けは。 というわけでですね、読んでみましたと。まずその先に申し上げた人、申し上げておきたいのが、この辺まで聞いただけで文句つけてコメントつけて、良くないねを推すやつがわんさか湧くんですよ。まだ回始1分半ぐらいで。そう。ほぼ聞いてなくて内容わかんないんだけど、最低ですねとか、最低の2人ですねとか、もうちょっとよく調べてくださいとかさ、調べ調べるほど嫌いなんだこっちは。って話なんだけど、 それ見るたびにどん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 ムかついてくるんだけどあの人たちはよくないねファックユーマークみたいなんじゃないですか下向きのブーイングみたいなそう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 あれを押すのは多分やるんですよ星1つけるみたいな意味でねだから皆さん「いいね」を押していただきたいんですああなるほどなるほどいつもはいいですよ流して聞いてただ石丸動画に関しては「いいね」をつけて回ってくださいなるほど石丸動画のあれだよ アンチ動画ねはいそっかあのうちのチャンネルでは珍しくその低評価が上回る可能性あるってことですねそうそうそうそこまでいかないけどまあ低評価の数ちょっと見てみてじゃんなるほどそれを見れば意外とないかもしれないんでその場合はあれだけどちょっといつもより比率多いんじゃないかいつも5%もないもんね大体100件あってよくないに1とかだと思うんで確かに10%ぐらい 多いかもちょっと多いでしょまあそっかさすがに定評の方が多いってことはないかだから30人とか20人とか30人が来て良くないねを押してクソコメント残していくわけですん。ねそういうことになりますねそれを薄めるにはやっぱいいねが多い方がいいと思うんで僕の動画だけじゃなくてまああのレイヤーさんでもクマネコタマさんでもヌールさんでもいいんですけど見かけて聞いたらねなるだけ意識的にいいねを押してくれた方が要するにす そ,その動画が評価されて、おすすめに乗りやすくなってきてあ、はい、です、ね、あすみません、なんか更新したら20%ぐらい低評価でした。20%でしょ、はい、何件ってこといいね何件いいねが、えー、297件中、七十<ら> 75, 75もよくないね、あんじゃ例えばさ、ね、他のやつ、堀口君動画見てみよう。えー、例えば、えー、四方に屈する 277件高評価で7件低評価。でしょ堀口くんが7件なのに、石丸だとその10倍も良くないねが来るのよ。うんうんうん。マジこういうのはクソオブクソなんです確かに。聞いてりゃいいんだけど、別に聞きゃ、きゃはしないんですよ。もう見つけた瞬間押してるんです工作です。うんうんうん。もう。間違いないでしょうね。そう。あの、星党だってこんなん来なかったもんね。ああ、確かに。翼の党だってね。うんうん。 だから、これがもう僕は最高に気に食わないとこで、こんなことを許してると日本がディストピアになってしまうんで、もうダメですよ、こういうのは。断固として。断固としてダメなんで、皆さんできることはうちの動画にいいねをつけること。あの、スパチャの方が評価上がるんですけど。後者の方がなんかせずですかそうです。まあ、それがさて、そう。石丸さんの、えっと、ライブが、 この前、スパチャが300万円超えたらしいでえで、これありえないらしくて。300万ですか大口はなくて、1万円ぐらいのやつが300件とか、ボいや、すご。だって確か大口、なんか、規制入ってあんまりたくさんの額は投げられないですよね。うん。確か。で、これなんか、はい、あのー、なんだっけな。VTuber で、うさだぺこらさんって人がいるらしいんですよ。はあ、これトップ VTuber らしいんですけど。はい。この人の記録を超えた、みたいなこと言ってて。<laughs> えへへへ その2時間の動画でそれだけスパチャが集まるってことはファンがいっぱいずっと聴いてたかと思うじゃないですか。思いますね。ライブはだいたい1時間とか2時間2時間いやそれはおかしいな話ですねだからスパチャしますアカウント変えますスパチャしますアカウント変えますが大量で出たとしか思えなくないですか確かにねはい ななるほどな20分しか聞いてないのに、そんなスパチャが集まるわけないですもんね。で、これはね、もうね、この本読むと、同じような手口が出てくるんだけど、はい、それで、はい、スパチャで全国ナンバーワンになりました、はい、ネットで期待されている若手ですとか、なんとか小崎出すんだと思いますうんな,るほどなんかちょっともうね、僕、堀口君ね結構優しいことで有名なんですよ。 た優しいですね。何てうのかな、って間違いましたでも彼は一般人なんですよ。まだ何にもなってない一般人で、僕が本気でダメ出しすると、なんかその、弱い者以外みたいになっちゃうんですよ。確かに。当事者だったら別よ。僕が訴えられてたら、ふざけんなよって言い返しますけど、関係ないから。そうですね。だけど、この石丸慎二さんは、秋高田市長。はい あか秋高田市長はい合ってます合ってますうんはいでありえっ、ー、と都知事選に立候補すると言われているのではいまあこれはもう容赦なする必要がないしかもね都民ですし、うん、中村さんね、うん、そうでしかも兄弟卒うん、はいえー、でその後 あれだよねロスジェネ世代にも変わらず銀行にしっかり入って僕の世代でも銀行は、ね、結構入る人いたんですけど三菱、えー、UFJ は僕知り合いにはいないけどどっちに入ったんでしょうね、うんまあ、もう合併してたんかなその頃にはあしてるしてるしてるしたんですか そっか、アシカさん、戦前生まれだもん、ね、そうそう。<laughs> そうそうじゃねえよ。大地環境銀行。あ、でも、多分、僕、生まれた頃はそうだったかもしちなみに、僕ね、大地官銀の神楽坂支店が、解体されるときに、はいはい、なんか、あの、グッドウィルっていう、あの、肉体労働系の派遣の仕事で、登録してて行って、<laughs> <laughs> なんか、すげえちっちゃい、バカみたいな重い金庫をひたすら運ぶっていう。<laughs> <laughs> 銀行破りみたいな仕事したことあった <laughs> お 思って一応、貴重品だからあの梱包のプチプチやるんだけど大変でしたね、それは <laughs> いつだっけ大学入ったばっかぐらいだと思うけどそんな思い出がありますけどね、はい、えっと何の話でしたっけ、ねえっと、それで、はい、まあ結構切れてますね、僕は。 こんなものが権力を握っちゃいかんということで、やっぱその先人のね、この堀春樹さん、春樹さん、直樹か春樹か一瞬一瞬悩むんですよ。確かに。春樹さんです。はいそうさ悩んで春樹って覚えたのが、頭の中で逆になっていっちゃう現象があるでしょあります、あります。それ怖いんだよ ちゃんとあの、巨像はなぜかあの、振り殻振ってる。<laughs> <laughs> これね、美しいんですよ、あの、この。巨像っていう感じは薄くダークグレーみたいになってるんだけど、はい、あの、振り殻の巨像がね、あの、<laughs> ク,クリアなイエローになってるこの美しい。<laughs> 美しいですね。あんまり見たことないですよ、この。ルビノが目立つっていう。ね, <laughs> ね <え S 2> はい。<laughs> というわけでね、えっと、この本の話をしていきたいんですけど、はい。 僕以上に、この著者の堀さんは、ぶち切れてます。怒ってる。ぶち切れてる。ぶち切れてる。まず、今日の構成としては、まず、広い読みをしたところ、僕、付箋つけたんです、さっき。あ、本当だ、たくさん付いてる。付箋がいっぱいついて、そこをちょっと読みながら、い大体こんな内容やねっていう感じでね、もちろん全部自分で読んでいただくのが一番いいんですけど、参考のためにって感じですかね。支援も含めて、ぜひ買ってほしいですね、この本は。はい ただ今売り切れだってあれ、一時売り切れ中だから、待てばですだからアマゾンの倉庫がなくなっただけでしょ、ああそういうことか、なるほど、なるほど、あのじゃあ今、堀さん、お忙しいかもしれないですもう入荷したって言ってたよ、だから、何でやってるかわかんないけど、うちは楽天経由でアマゾンに行くんだよね、楽天の倉庫に物があれば、アマゾンは品切れにならないんだけどね。

<laughs> FBI F はあれ航空会社かも FBI です、今のフェデラルビューローインスティチューテはい、えっといつもこれを覚えられないです、アマゾンのやつ。なん,だったか,ななんか、Amazon ダイレクト。KDP は d i r e ダイレクトパブリッシングです。そうですよね。うん、え、何だったかな ?FDA ではあったっけ ?FDA でしたっけね。うん。はい。でだから アマゾンの倉庫に直で送るっていう契約してれば持ち物いいからしようかなと思ってるんですけどそこの在庫がある間は売り切れにならないけど、はい、1>, 1回なくなったあとは注文止めないといけないんですよ。うん、っていうのは出版社に問い合わせて在庫ない可能性あるからそうですね,ね、はい、だから。 人間が、人間っていうか、オペレーターが在庫ありますかって聞いて、100冊すぐ送りますって聞いたらすぐ戻るだろうし、ね、そう、でも多分そういうのやらないんで、AI なんで、着火するまで多分売らないと思うんだけどね、そんな仕組みになってますよと、とりあえず買ってください、皆さん、本なんでね、ぜひ。で、まあ、おすすめです、読みやすい。読みやすいですね。はい えっと大まかな構造としては、はい、あ市長が敗訴した話と、うんえー、巨食から始まった粉飾行政でっち上げ<う>不可解な日本一騒動であって、はい、最後に、えー、っと随意契約天国だった石丸時代っていうのそういうい話があるんですけど<う>最終章だけちょっと難解で俺よく分かかんなかった難しかったんですか、うん、なんかあの、うん 入札とかするじゃんかああいうのがちゃんとできてねえんじゃねえのみたいなとか<ー>知り合いのとこに出してたんじゃねえのみたいな,的な、うん、ちょっと分かんないんだよねそこだけね、うん、なるほどだからあのー、基本的にあのこれこのチャンネル聞いてる人は堀口学の延長で石丸学っていう感じだと思うんですよ応用堀口学としての石丸 <laughs> 応用なんですね応用堀口学、はいはい、だ堀口学でいけるのが途中までですねそこから先はなかなか新しい、うん、最後のところはこれはだから、はい、もうあのー 市長になった堀口君がそういうふうになった可能性もあるっていうね可能性もあるけど全然違ったかもしれないしまあそれはあの皆さんあんまり賛同しないと思うんですけど彼が市長になったら人が変わったようにすごく前戦をするかもしれないじゃないですか可能性としてはね可能性としてはねまあ分かんないですよそこは分かないやらせてみないと分かんないって感じですね 僕はは投票はしませんけど <laughs> どこの市長かも分かんない僕はやっぱそこは嫌ですけどね <laughs>、はい。というわけでですね、うん、えっとこの本は、えー、っとまず前書きから始まるんですけどこの人はですねこの著者の堀さんは、うんはい、秋高田市にあるですねドリームフィールドという野球場で草野球をしたりしてたんだそうですよ。う,ん、ほうね だから、フィールドうん。うん、まあ、基本的には、この、野球が好きで。野球少年だったのかなそしたら。ね。少年の時はあったかどうか分かんないす。それはあったか、<laughs> それあったと思 <laughs> 25歳ぐらいで発生して,て <laughs> いやいやいや、それは、それはないでしょう。<laughs> 分かんないですけどね。はい。はい。また。 少年という表現 LGBT に対する配慮を欠いていますねやっぱそうなんですかって言われる多分マジですかのアメリカだったらあそうなんだボーイって言われいほうがいいああしんどいっすねマジかそれはその時のジェンダーが男だと決めつけているそうか野球をするのは男だと決めつけてる表現になるので LGBT コさい頃とか <laughs> まあひ うんまあ、ユースとかですかね「<ー>ゼ,アゼアユース」とかで大変ですね「彼らの」って言わないと、うん、彼のってヒズユースって言うと彼らになっちゃうから、はい、で、はい、ハーユースでも彼女になっちゃうから。はいうん ゼアユースっていうなんかその野球少年っていうのが一つの単語になりつつあるじゃないですかそれも使えなくなると結構しんどいですねそれもダメですよねアメリカのリベラルはもうダメなんですよそういうことでそれがダメなんですよ野球する子供たちみたいな感じに名前を変えなきゃいけないんでしょうねおそらくねそうまあそういうね話があるから僕は LGBT に賛同してる政治家はすげえ嫌なんですけど それがま,あこのまさに石丸真二なんですよねはいはい、うん、なるほどその時点でもうアウトなんですも、ね、<laughs> <laughs> うそこでもう,もうアウトで終わりなんですけどあ実はもうそこで終わっちゃうんですねそう本当だったらだからねもう多分アメリカもすっげえ保守になると思うよ、うん、そうですか,かそんなことやらされてたらみんなやんなるんもうすでに今嫌ですもん <laughs> <laughs> なんかもう、ね、発言しできなくなっちゃいますねだからできない そういう動きもあるんですかね、あんまり発言させたくないみたいなまあそうだと思いますね、そういうことですね、うん、いや、恐ろしいな、嫌だな、うん、はい。で、うん、えーっと、でですね、はい、最初に付箋つけたのが、うん、まあ私もね、彼を知らないままぼんやりと、清廉で再起ある若手市長という勝手な思い込みをしていたのだったが、<は>その偶像がガラガラと音が立って崩れてしまったと。 確かに今までの姿勢には問題あったのだろうがという前提付きだが、はい、えここが太字、太字っていうか、太字だね。はい、ボールドになってるんですけど、はい、首長、首長ね、はい、には、になってはいけない人物がなってしまった秋高田氏の不幸というものだったと。はい、はあ、で、ここね、ここであの、この堀さんの技量がわかるんですけど、はい、えっとやっぱり、あの、この石丸真治が、 だめだということだけを野党のようにですね、ドわーっといったところで、あの政権はだめで、一個もいいとこなくて、だめで、本当に日本の悪そのもの、不快そのものみたいなのって、やっぱり知的な人間のすることじゃないんですよ。ちゃんといろいろ検討した上で、言わざるを得ないというね。 ちなみに後書きにもそこはやっぱ書いてあって。はい。後書きもすげえんだけど、後書き、はい。長く人生を生きてきたが、これほどの卑劣感を見たことはなかった。出 <laughs> <laughs> だしすごいもん。それでも、その人物を全否定するような人格攻撃はするべきではないし、うん、したくもなかった。はい。しかし、それらを止める倫理の席を、石丸という個性はやすやすと超えてしまったと。おなんかすべかざ、すべ、 素べからざる悪行の数々を前にして沈黙するのは、それに加担することでもあると。おー、かっこいい <laughs> <laughs> と。ちょっとあの物書きとして、レベルが高いですね、そも、うん、ね。も私なんか、この、堀さんに比べたら何歳下なんだろう。30歳ぐらい下なんかねあ。そうかもしれないですね。うん、なんで、あのー、なんか、私がね、その偉そうに批評するようなものではないんですけど、うん、はい まあでも七十になってしょうもない文章書く人もいっぱいいるんでね。まあそうですよね。はい。そういう意味では本当あのちゃんとジャーナリズムというかライターの先輩として三十年の差はしっかりあるなっていう感じしますね。うんなんか来ましたね。なんだろ。息子かな。お友達。あ友達か。この時間友達くんだよな。はい。えっと。 でですね、はい、あ,あの、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、うん、極論すれば、はい、石丸市政とは、誰も、うん、本人も含めて、幸せにできない、騒動の拡大再生産装置だったと言えそうだと。はあ<ー>。<laughs> そんな人物がなんでなっちゃったのかを検証したいと。本人も含めてっていうのは結構きますね。ま、結構ね、はい、やっぱりあの、僕は、直感的に動画見て、はい。 あのしかもそれはバズったタイプのそれで支持者が増えたタイプの動画なんだけど、はい、うわーってなったもんねそうですかこいつ中身ねえし嘘つきだし感じ悪いと思ったもんね <laughs> 全く信用ができない、うん、もうだからこういうやつが持ってきた投資の話とか絶対だめだ絶対ダメだめなのよ、はい、これ堀ちゃんにはこういうこと言っちゃだめなんですよほうほう名誉毀損になるでしょ石丸さんには言っていいんですよあれ 公人だから。なるほど。公益性があるんです、彼のことを言う。そういうことですね。どんだけボロカスに言われても彼はいい、しょうがないですよ。はいはいはい。まあ、それでも名誉基礎に訴えられたら。まあまあ、そうですよね。まあ、いいですよ、もう。まあ、えっと、市長に訴えられた出版社って本を出しましょう。あの、石丸新人研究2。2になっちゃった。 まあね、堀さんも、ねうん、おっしゃってるようにその人格攻撃を、ね、なるべくしたくはないしするべきではないっていうの、ねうん、まあ前提にありつつってことですもんね人格攻撃っいうのは誹謗中傷なんですよ誹謗中傷っいうのは人格攻撃のことなんですよ。はいはい、だ僕は人格攻撃はしてないんです、基本的にひぼう誹謗中傷と言われることもないんですけどうん、うん、人のことを誹謗中傷、誹謗中傷ってネットで言っている、はい、あの末端、カル継ぐんだみたいな人たちは <laughs>、はい、それも分かってないんですよ。 ああまあそうなんでしょうね。誹謗中傷と名誉毀損と侮辱っていうものそれぞれが全然違うものなのに全く分かってない。あるいは一くたにしてる可能性もあるし、その言葉を言っておけばいいかなみたいな感じはありますよね。そうそうそうそらね。はい。僕はあんまり人格はね、人格は褒めてるんですよ。やってることがおかしい。うんうんうん。基本そうですよね。そうそうそう。 人間性はねもう素晴らしいですよと僕は魅力あると思うし才能あると思いますよでもやってることは本当クソだしクズだよっていうそういう言い方をするんだけど人間性もクズだろっていうふうにコメントで言う人はいるんだけどそれを言っちゃうとね誹謗中傷になるすね。僕はやっぱそこはよくないなと思ってるんですけどねあというわけでえっと彼が出てくるんですけど 一が第一章が配送市長なんですけど、<送>前もちょっと話したんですけど、二、はい、件配送してるんですよね。市長になってからですか？えっと市長になるときに、なるとき、はポスターを頼んで、はい、ああそっかそっか。っかうん。選挙の時のだ。選挙のポスターを頼んで、えー、っと、金額が、その料金が、はい。 あちゃんと取り決めずにとにかく急いでやってくれとかだろうね見積もりとかも,、うん、もういいからとりあえず発注し,し,してみたいな感じそうで終わったあと受かった後に、はい、金額が確か35万だと思ったんだけど、はい、だけしかしあの市から出ないと行政なんだ公から出ないんで、はい、経費としてね、えー 70万ぐらい足が出ると、うん、それは払いませんよって言ってその35万円分だけ振り込んであと知らないってやつひどいですね <laughs> 特急料金とかもあったんじゃないですかあまあね、うん、急ぎで作ってみたいなね <laughs> でそれでまあ当然負けてですね <laughs> <laughs> ああなるほどはい、えー、それで負けて控訴してもした時にまああのポスター費用などを公費で負担することが前提の選挙制度と矛盾する 地方判断だと独自の賃説を持ち出して控訴すると賃説って珍しいですか珍しいはいはいえー、でそれでしっかり負けるとはいまあなかなかねえっ、ー、となかなかひどいっていうか,なん,かそのなんていうのかな,なんかただただありえないよね100万円分発注しといて、うん、<laughs> あまり聞かないですね多分ものすごいケチなんじゃうん わかんないけどあとはもうとりあえずやるだけやってみようっていう感じはもらってケチでお金貯めてた可能性って、はい、ちょっとあるかなと思っててほ、はあ、他にもそういった感じがする部分があるんですか次に回します拾い読みしていくと、はい、まあこういう話があって、うん、えっともうご存知の方も多いと推察するが石丸の言説には嘘がつきものだ<ら>というより嘘の合間に真実を交えるといった方が当たってるかもしれないとはあというような感じの 言い方をしてますね、はいでまあ、こういう話があってですね、うん、まあ拾い読み、付箋してるところでいくと、まあ、その手の表現でいうと,、えーっとまあ、一般的な感覚常識の持ち主であればあのポスター代のところは彼は制作費は、うん 無料だと思ったったぽいでも自分で自分の選挙活動をしたから自分で貼らなきゃいけないことに、はい、それは嫌だうん、うん、なんだっけどこれえっとね我輩の辞書に誤解はないっというかなんだっけ3歳児えっとだっけだ <laughs> えっとねそこじゃないんだけどどっかに3歳児どうの方のっていうね堀口学の人からあっ聞き分けのない3歳児のようにってしょうがあるんですうなんですよう、ね、<laughs> っていうか込み出しあ込み出しね でそれで結局、だめなわけじゃないですか、はい、でもあの普通だったら、うん、勘違いに気づいた時点で誤解を素直に認め、うね、もう少し安くなりませんかなと交渉した上で、うんうん、合意の金額を早速支払うところだがと、うん、自分の非は認めず、込み力は低いのにプライドだけは高いらしい、石丸にはそんな世界の女子は通用しないようで、奇弁を漏して支払いを拒否し続けた揚げ句に敗訴提訴され、その結果、敗訴で評価を落とした、かっこ本人にその自覚はないようだが。 敗訴、えー、ハスを評価を落とした上に上告までしてさらに恥の割れ目をしようとしてるほだとなるほど、ね、誰もが低予算で選挙に出馬できる環境を作り,か作りたかったと親説を持ち出してたらしいけどこれも後付けの言い訳とみるのは妥当だろうとじゃそれはだってそういうシステムじゃないんだったらそうですね。無理でしょう、無理でしょう、まあ、まあ経費でし,しょうしね、受かってたしかも。 落、ね、<laughs> てるんだったら、まだわからないでもないです何それって話なんだけどねもし本当にそう考えていたならば、その事代をあらかじめ業者にはっきり、更新の前例とするために、すべてを公費負担額で納めてほしいと申告しておくべきだったし、うんうん、常識というものだろうと、はい、それを怠った時点で、事故の主張を自ら否定せずしていることになると、うん、これなども現行不一致、しかもその嘘を自己弁護するためにさらに嘘を重ねるという、彼の資質がよく現れた事例と言えるだろうと。うん これちょっとだいぶはしょって読んでるんですけど詳しく載ってますからこの辺はねなんかやっぱり嘘嘘つき戦略っていうのやりましたね嘘つき戦術ってやりましたよね結局その瞬間瞬間は何とかなったりするんですよまあそうですよねこんな本まで残されておしまいだと思うよ俺すだからやっぱバレないと思ってるしなんかその場を取り繕うっていう癖がある人は まあどうにもあんないと思うよ俺、ね、ならないと思いますよもう天才的にそれがうまかったりしたら違うけどうんでも多分それもダメだろうね多分ダメだと思います通用しないんでしょうね最後の最後にはどっかで引っかかると思いますよなんかねアメリカの有名な詐欺師かなんかで、はい、自分は医者だって言い張って <laughs> なんかいや外科医かな毎回外科医かなんかだって言ってたらはい なんか軍の船乗れとか言われて、はい、免許とか何にもないしやったことないのに軍の船乗せられてどんどん負傷兵とかやってきて、はい、それをもう天才だから、はい、医学書とか見て見よう見まねでやって全部治療して、はい、ゴッドハンドって言われてる <laughs> それは最高っすねそれはそら <laughs> ゴッドハンドって言われまさにそれ嘘から出たまことじゃないですかそういうレベルの人もおらんでもないけどそれは天才ですねまあこのレベルのこんなレベルの指揮クがしてるようじゃ、はい 話にならないいと思いますよ、ね、そうですね情勢法律だからねうんほら聞き分けのない3歳児ほんとだ <laughs> でほらほリちゃん3歳児じゃないのってひまそらさんが言ってたのがあってはい、はい、ここがねすごい重なるそうですね、うん、うんうんうんはいな子供のようにってのも結構大事な話でもあってそれこそひまそらさんの子供のようにのさいさいたる例で、うん、それが強みになってるとこもあるんですよ、はいその なんだろうね。まあ、純粋さもありますトム・ソーヤみたいな感じ。ああ、なるほど。トム・ソーヤって、大人から見ると本当嫌なやつだからね。ああ。すぐ物かっぱらっていくし。はいはいはい。欲望に素直なやつ。そうそう。で、冒険だとか言ってどっか行って。どっか行って。そうそうそう。戦略取れなくやってみたいな。街の少年みんなの命を危険にさらしたりとかするから。ね。そうか。悪ガキなわけですよ。はい。ね。うん。あとは、まあ、石丸さんがやってることは、はい。 YouTube に裁判,相手の裁判相手がいて、はい、そいつが同活喝したって言ってたんですよはい、はい、そんな同活喝なんかしてないよって裁判してたのに、はい、それのその人に非難が行くようなツイートをして、はいまあ、犬笛って書いてますけどね<ー>応援団にその会社への攻撃をあごめん会社だ、これポスターだポスターかな。はい ちちょょっっっっとと待待てて、ね、ポスターだじゃないから多分そうだと思うだからそれで犬笛吹いて攻撃させたりとかしてるわけ、はいはい、うちにもだからよくないね75件も来てるわけでしょそれを言うのはでもまあ多分本体が今は石丸じゃないんで、はい、あああの例の国の方面の人ですか例の国の方面かもしれないし,かもし そこからお金が出たら国内の何かかもしれないし、全然関係ないただのバカかもしれないし、それはわかんない。気まぐりに押した人もいるかもしれないですね。押した人もいるかもしれないね。そこはちょっと確認するすべがないですね。確かに。ちなみにあの、ちゃんとこの石丸さんのとこにもね、お礼参るの良くないにはちゃんとみんな押してください。お礼参る。お礼参る。えっと、 そうそうそうであの「ミートアップ」っていう YouTube の、えー、番組で、はい、日頃から石原に苦言を呈している市,民市内の市民グループに向けてザマーと暴言を吐いてみせたと<う> <laughs> ザマーって <laughs> ひょっとした拍紙に彼が見せた本性 <laughs> せせら笑いながら市民を小馬鹿にして悪態は切、うん、筋も凍るほど不気味に見えたと,は<ー>と書かれてしまってますねそうなんだ ななんかちょっとやばいですねんだろうねなんかレベルが低いよね単純に本当に3歳児みたいな感じするねこの人ねそうですねんだろう何だろうなんかもうちょいうまく取り繕えばいいのにまあそれがまかり通ると思ってはいるんでしょうね金払わなかったら無免で決まってんじゃんなんでそんなそんなことが通るとうん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  銀行員でしょそうだったでしかも経済アナリストって言ってるんですようわ本当だ。だそれでですね、はいえっと、こんな人が、えっと、経済アナリストだったり、うん、エリート銀行員のはずがないということでこの人を調べ始めるんですよおおっと <laughs> でさこれさちょっとさこれ日本語分かんないんだけど「も、はい、られたキャリア」っていうところで「はい」 その昔あちこちの空き巣の草野球で、はい、三振作戦で三塁ベースに走り込んでセーフと叫んでって書いてるんだけどこ、はい、これ一塁のこといや多分わざとってことじゃないかな逆に向きに走ってそうそうそうわざと打って三塁ベースに走ってセーフって言ってあのまあなんて言ってんのあのおどけてバカにしてるというか、うん、俺はそれでいいんだよみたいな、うん、あ俺は三塁打だ,だよみたいなことそれ,いや、まあ、それも含めて 要するに逆に走った自分面白いだろみたいな。俺こんな面白いことできんだぜみたいな意味じゃないですかね。一人はしゃいでいる空気が読めない嫌われ者がいたものだから。またあいつやってるよみたいな。面白くないのに。振り逃げとかじゃ、でもなくて。そうそう。普通に打って一塁に走るのが普通なのに、俺は三塁に走るぞいいたそういうやつって、たまにいましたね、そのなんか面白くない。例えば二塁に走ってみる。あ、お前二塁じゃないよとか。ああ。冗談で自分が面白いと思ってやる人。あああ。 もうしわけ時んかまあねなるほどねそういうこうなんかでそれで人気者だったらいいんだけど人気者じゃない嫌われ者とかそういうのね紙一重ではある紙一重ですね面白いか面白くないかっていうのはですねというわけでですね超大卒でメガバンクでアナリストとブランドが聞いてかネット民の間では委買いかぶられてるそうで という話があるんだけど <laughs>、えっと、これね、はい、彼がアラリストと返したコラムとかすごい調べてるんですよ。ほうほうであのろくなコラムを書いてないとかですねそういうの残ってるんですねで多分出世コースから外れて三菱本体じゃなくて、うん、MUFG ユニオンバンクっていうなんか子会社的なグループ会社かな在米子会社を 統合してて名前を変えたっていうことだから、はあ、グループ会社かなあ,あ違う違う子会社にあるユニオンバンクに持ち株会社を統合して今は、えー、とアメリカにも売却したみたいなんでもうないみたいですけどね。はあはあ、なるほどそこの初代アナリストっていうことで初代ってつけてたみたいなんだけど、はい、ニューヨークの初代アナリストみたいな、うん、すごいなんていうの ニューヨークタイムズみたいな、途中というか、あの。三菱の中でもトップクラスっていうような感じで見え方。はいはいはい。主席アナリストみたいに見えるような書き方してたんだけど。あ、そういうことか。実はできたばっかりの子会社に飛ばされた人だった。はいはい。のまあ、初めて担当した人。あ、そうそうそう。できたばっかりの子会社だから、もう絶対初代じゃないです。まあ、そうですね。はい。ね、子会社みたいなやつ。消えてるみたいです。初代っていうのは。そうなんですね。はい。 なんかそういうのってさ、うん、見ればし、まあ、うやってるの見ればねえなってわかるけどねそうですねまあ書き方だから嘘はついてないよって自分は思ってるんでしょうねうん、うん、これ嫌いな人多いと思うんですけど、はい、常年司っていうなんか投資とかがすごい好きな、はい、まあまあ保守寄りの論客みたいな人がいるんですよ、はい、虎ノ門チャンネルとか出てた人あそうなんです、ね、まあ好き嫌いはさておき、はい、僕もなんか好き人として好きで信頼できるかって言ったら そうでもないタイプではあるんですけど、はい、いやめちゃくちゃ頭はいいんですよはあ,、はあ、あの喋、ー、りも早いし、はい、頭キレッキレだし、はいうん、ちょっと軽薄な感じはするんですか <laughs> なんていうのかな人の心よりも利益が大きいかどうかを優先したりだ<ー>そういう意味で純粋にお金が好きなんですね、はい、そ,ういうそういうキレッキレの人と比べるともうなんていうか何のキレもないですよこの喋り方見ても。う 何も内容悪くこと言ってないから、はい、そもそも脳も使ってないんじゃないかっていう,う感じだよね <laughs> そんなレベルですか考えてないんだよねなんかねはは考えてない <laughs> 台本読んでるんですかね前もやったじゃんか、はい、質問してってやつ、はい、なんか経済のこと質問してもらってい,い,ういうことかあのー、じゃあ今日本経済が落ち込んでると言ってはい、はい、言われておりますが、うん、今後、えー、回復の見込みはあるでしょうか考えるとしたら 今高橋陽一先生っていう僕のすごい好きな、はい、頭の一生だったら、はい、いやさメディアバカだからさ <laughs> 円安だからもう終わった終わったとかさ言うでしょで私なんかに言わせるとさそれは本当バカだってだからマスゴミだって言われちゃうのよって <laughs> ちょっとおねえ言葉で言うんです <laughs> ん,んです、ね、だからその成果が出るのに何年か必ずかかるから <laughs> ここでどういう政策を打つかが大事でしょみたいなそういう喋り方するそうなんですね、はい、で多分石丸さんで聞いたら、うん、えっと どうなるんでですか、はい、でしょ、はい、だから景気の良し悪しというよりは必ずあのいい面も悪い面があるのでその両面を捉えた上で総合的に判断していくことが大事だと思いますみたいなんか考えた形跡がないん、はい、なんかあのななんて言うんだろうねこういう答弁ってえっとら,ら,しらしい答弁みたいな感じですかそういうこうらしさをてるだからだ、ね、すてく枠を、はい 話を大きくしていくと絶対当たるんですよ。ああ、はい、はいはいはい。総合的にとか。例えば、足川さん、はい、あなたはどういう人ですかって聞くとするじゃないですか。はいはい。で、私は失敗者の、えー、と副社長として経営しながらこういう仕事をしていて、はい、とか言って話を具体的にすると大変じゃないですか。大変ですね。人間ですって言うんですよ。ああ<ー>、<laughs> 人間です <laughs> なるほど」<laughs> 人間ですか <laughs> 日本人ですね」つってだから私はあの人間であり日本人でありまあ進化学的には猿,猿の延長ということになりますが当然猿ということもなくてですね <laughs> まあ,あの知性をもとに この世の中でですね何らかの役に立つ仕事を果たしていきたいかなとそういうふうに考えておりますああなるほどなるほどわかりやすいですねでかいでしょ話が何も言ってないでしょもっとミクロにし,していかないと、うん、あれなんだけど石丸さんが言ってるのはなんかすごいちょうど味が何もなくなるとこでしゃべってる感じだよねあ<ー>でなんか自分の保身とかそういうあの イラッとした時だけ字が出るっていう感じはしますね。聞いてるとね。聞いてるとね。はい、全部聞いたわけじゃないよ。うんうん、全部聞けとか言うかもしれないけど、聞くかバカ野郎 <laughs> 誰がそんなもん聞くかって <laughs> ちょっと聞いて嫌いだから俺は嫌いなんだよっていう。それで、しょうがないじゃないですか。うんうん、ね。はい、まあそんな、多分俺全部聞いたら余計嫌いになるからもっと偉いことになると思う。<laughs> <laughs> さすがに嫌いがが上るけですよねさすがにあののレベル知性はできないよさすがにね知性派として出てくんだったらね人の上おっちゃん派だったらまだ知性とかじゃなくてさ情派仕事力みたいなさ調整力みたいのでいいかもしれないけどねまあそんなわけでですねこう調べていってもっとねもっと詳細に調べると面白そうだけどねこの辺はねそうなんですね で、えー、次が「でっち上げ」か「<laughs> <laughs> でっち上げ」って言葉もなかなかねあの人に対してこう使う時がない気がしますけどどう喝、ん、をでっち上げたっていうことでやったんだけど録音があったんですよその会議の <laughs> なんでそれが残ってんだその辺のいきさつはよく分かんないんですけど、はい それを聞いたら、同活なんかしてませんよってことが分かって、うん。敗訴しましたっていう、うん。ほし, <laughs> しょうもない。しょうもない。なるほど。しょうもなくないっすかしょうもないですね。本当にしょうもないと思いますこれ。うん、<laughs> ねえ。結構なんか読んでて乾いた笑いが出る。ああ、ああ、はっ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  <laughs> みたいなはっねえ。だからなんかねなんか、 レベルが低いですよね、本当ね。うん、あとね、YouTube で、次の章が不可解な日本一騒動なんですけど、YouTube で、自治体の中で一番登録者数が多いと、チャンネル登録者数が多いっていうのを目指すっていうのを、なんか始めたんですよ。しかもなんか、そういう、なんだろう、大会が自治体日本一みたいなのがあるみたいな。<う>ね。 あるみたいな,たいな体で、はい、か雰囲気で、なんか、やりますよみたいな感じで始まったんだけど、はいえー、特にどっかが主催するってことはないんですよ。ないんですかないですよ。<laughs> はあはい、で、あのそんなもの1位になってもしょうがないんだけど、これいろんなオチがつくんですけど、はいえっと、公式チャンネルが一晩で6000人増えましたと。6000? うん、すごいな、っと。 この時点で14万とか言ってるわけですよ。<laughs> ありえますいやー、ないんじゃないですかね。そんなに興味あるかななんかね、その、そう、徳武さんのコメント読もうちょっとお布施出したので、徳武さんからちょっとあの、えっ、ー、と、お布施をいただいた、ね。スパチャ、スパチャみたいのをいただいた上でコメントいただいたんですけど、ちょっと読んでもらっていいですか、はい、ちょっと待ってくださいね。 じゃあ読みますよ、うんえー、石丸真二について閉塞感漂う、えー、地方都市に地元出身の若きエリートが自らのキャリアを投げ打ってふるさとのために市長となり球体依然とした議会と対決するという分かりやすい構図の上で最大過半の古参議員たちや地元メディアの記者の風貌や振る舞いが悪役化していくという 完全懲悪のストーリーとして構築される様子が受けたのが話題になるきっかけであったかと思います石丸関連の YouTube を見始めた時は登場人物たちのキャラがそれなりに立っていることで見せ物的な面白さはそれなりにあるなという感想を持ちましたうんそのうち信者の過熱ぶりが気持ち悪くなったり石丸氏の芝居がかった感じや 劇場型の展開に、えー、飽きて見なくなりました、うんえー、都知事選挙に出馬するということで久々に石丸氏についていろいろ見ましたが知らなかった情報などもあり自分なりの答え合わせをしているところです、うん、承認欲求と自己顕示欲が強く対立軸が存在するところで力を発揮するタイプで左派界隈との親和性は高いと思っていましたがどっぷりそっち側な感じが強いのだなと思うようになりました、うん 彼が最終的に何を目指しどこまで行こうとしているのかは分かりませんがこのタイミングでの都知,事都知事選出馬はあまり良い手ではないと個人的には思います。行政の継続性という観点から見ても1期、えー、で,で自ら退場するというのは無責任だしそれが都知事選出馬のためというのは不誠実だなと感じます。うんいずれ いずれにせよ行政のオ、えー、たるル、超タル、オモタル人物ではないというのが、えー、今のところの私的な私的な評価です。うん。はい。はい、ありがとうございます。はい。あのー、ありがとうございます。トクタケさん。という感じ結構総括できてますよね。うん。うん。ね。最初はやっぱちょっとは人気あったんだね。やっぱり話題性もあったからじゃないですかね。秋田和田氏の、はい、その指摘とかを悪者に仕立て上げたわけですよ。うん 同化としてきたとかそうかそうかそうかねい。でもそれ市議とかからしたらえらいことになってるんですよ切り抜かれて悪い感じにやられて叩かれてっていうしかも市議ってもともとはどう喝はちょっと置いといて市長に対しても物申すのが仕事だからそれをどう喝って言われちゃうと何もできなくなっちゃうんですよねだからなんかでも俺見たけどどう考えても市議の方が正しいよ まあそれを俺が見たやつは、どう喝はまたそれ、一見別な話なんだけど、はい、えっと要するに、全然ちゃんとやらない主義に対して、文句言うと、議会、はい、に対して恥を知れっつって、なんかそうらしいですね。でやってるって体なんだけど、いで,ねはい、でもお前がだめじゃんっていう話だしいですよ。はあそう、そういうふうに、うん、そういうブーメラン恥を知れっていう記事を書いたら、すごいし。はい されなんだっけ恥を押しでブームだったから。というわけでこの本の内容ちょっと時間かかったんですけどこれの話そうと思ったら45倍あるような話なんで時数を俺計算したんですけど大体1ページ400ぐらいでぎっしり書いてあるのが130ページぐらいだと大体5万字ぐらいだぐらいですかね。ノートのすげえ長い記事 が字字ととかかなんでねすげえ長い記事が78本分ぐらいみたいな感じですかね結構読み出があると思いますよで割と文章がうまいんで読みやすいそれがやっぱりストレスなく読めるの大事ですねおすすめ最後のとかはちょっと難しいけど専門的なねことが書いてあるんですね やっぱいいところがですねやっぱり文章上うまくて理論整然としているてところもあるんですけど、はいうん、これ、言いがかりだっていうふうにただバカアンチがつけていってくるんですよ、はいね、知りもしないで、うんね、それは言いがかりっていうふうに言えって言われたらバイトじゃねえかって話があるんだけどそうはならないように著者としてもかなり葛藤して、はい、まあすごく気を使った上でやっぱこいつ、くそだねっていうことを書いてるんで、客観性のある本だとすなるほど。 もうこれはおす,すめです、はいまあ、本来だったらこういった類のものは書きたい方じゃなさそうですもんね、うん、あ,あそうそう野球のことだけやってたいね,ねそうですよねだから初めて野球やりますって親子に教えながら一緒にやって走塁、はいねね、の仕方を教えたりとかね、うん、<laughs> そういうのをやりたい人なんだよ多分多分ですねだけど見過ごせないことがあったわけ、うん。うん、なるほどはい ここからちょっと駆け足でいきますけど、はい、石丸支持者って誰なんだっていう話なんですうん、うん、で僕が見たところ石丸支持者でまともな人間は一人もいない、はい、まともな人間ではどういうことかというと、はい、ちゃんと人格があって普通に生活していて、うん、普段は別の話題を喋ったりしてるけど石丸さんも支持してますっていう人はほぼいないほぼいないこの中でも見たら、はい、何百件とかの中に3人ぐらいしかいなかったみたいなのがあるんだけどうん、うん、ほぼほぼなんていうのかな もうバイトで雇われたような人が本当に素晴らしいですと書いてるような書き込みばっかりそれ以外を探すのは極めて困難ですね何者なんだこいつらはっていうのが、うん、まあ3つ可能性はあって本当に信者がいる多分この人には信者ができないんですよほ<う>なぜならば信念がないからあ<ー>悲壮性がないんです。 ななのについいいいててくっううふ思えですよ日本共産党とかも信念があるのよ、この日本という国をばらばらに壊したいっていうさそれはそれでさ、日本という国に合わないとかいう人が信者になっていく理由はあるわけですよ、資本主義が嫌いとかさ共感するところはあるかもしれないそう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 例えば公明党だったらやっぱ創価学会が母体にあるんで、信じる心っていうのを使って仕事ができるわけですよ。ねまあ 実は自民党とかも、あのー、裏にはあのだっけ日本遺族会だっけああなんかはいはいそうそうそう戦,戦没者の遺族会みたいなやつとかが結構強い支援者とかいたりとかね、うん、するんだよね、うんまあ、そこは僕はあんま詳しいジャンルじゃないんですけどとにかく石丸さんを支持する意味がよくわからないうんうん、うん、何を持って支持する日本を変えてくれるとかさうん、うん、言ってじゃあ何をどう変えるんだとかさうないそうですよね 腐ってんのなんとかしろみたいなうん、うん、そういう発想だよねはい覚悟あと覚悟の問題です覚悟ねはい覚悟ねはい覚悟も意味わかんないからねわ <laughs> かんないですね、うん、ち,ょっとちょっと一瞬止めてくれるあはいすいませんちょっと中断してましたあのなんか突然ドタンタってうるさいから何かと思ったら遊びに来た友達がバスケしてました <laughs> 2階でバスケしてるカオスですね。それはうるさい。うるさいよね。で、えっと、本当に信者がいるかどうかといないと思いますね。あの、あのレベルの演説では。ヒトラーの演説とか聞いたことある。あ、なんか映画とかでチラッとヒトラーとか、カストロ議長とか、かっこいいすよね。アラファト議長とか、もう、全然次元が違う。アラファト議長、アラファト議長って知ってるパレスチナ解放のやつ、なんだっけ、ヘイト。 名前知らなった。パレスチナの人なんだけど、はい、もう、まあ、ちょっと日本語でしかできないんだけど、はい、誰がこんな世界にしたアメリカ誰か攻めてくるんだ <laughs> アメリカとか言ってこう、全部なんかそうやって、すごい迫力で爆視させていくわけよ。はいはい、我々から途中まわっただアメリカあのイスラエルみたいな。誰かわかんないけど、はい、そういう、だし、はい、カストロ議長なんて、キューバのね、はいはい、演説始めたら、8時間やってんだって八、うん、8時間そう。 結構おじさんになってからすごいなヒトラーとかヒトラー演説なんて俺全然何の共感もしないけど彼にもうその場にいたら震えて支持者になっちゃうぐらいかっこいいのオーラとかすごいんでしょうねどういうそこで「はい」とか言って始めるとビーンってなるだよでカッカッとかってあんまり言いたくないけどもうかっこいいのよ圧倒的にうん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  それで言うと、はい、ただなんかね、ね口から出まかせて文句ばっかり言ってるだけじゃんか、うん、そんなのは無理だと思います信者集めには。うん、だって日本で一番信者が多いぐらいになってるんだけど、うん、ありえないから、絶対にないと思う、俺は。うん、で、えー、じゃあ工作かどうかなんですけど、はいうん、これはね、わからない。うんうん 金さんはこれ、なんかのでかいマネーが入ってんじゃねえのみたいな言い方をするんだけど、うんはい、どうこの人、銀行員で海外派遣だったでしょ、はい、でもし仮にちょうどけちだとするじゃないですか、うん、で銀行員だったら年収1000万クラスまで行くんですよ、はい、40いくつまでやってればね、はい、で1000万で,で海外出張手当が出るでしょ、多分。 年間500万貯めれてもおかしくないわけですはいはい500万貯めれてこれ20年やったら1億あるでしょホだこの1億で YouTube のフォロワーとかコメントとか買ってる可能性はああそうか自分の資産でそう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 その可能性も確かにありますねそのくで買えるっぽいんですよ実は YouTube のフォロワー数が2時間で2万人ぐらい増えたっていうええ 自称があったんです。すごいですね、その増え方は。それは、えっとこのあのこのなんか書いてあるんだけど、16万で売ってるそうです。売ってるんだ。16万円。そう。買おうと思っ買えますね。買える。はい。ね。うんうん。コメント付きとかもあるみたいだから。へえ、そういう商売もあんだ。だに300万とか500万ぐらいで結構買えちゃうんだね。うん。 ななるほど今は多少ね指示者が出してくれてるかもしれないけど初期の頃は自分で買った可能性はあるよねわ、ね、かんないよそれはわ、うん、かんないけど、まあ、このえっと YouTube の登録者増やす話も、はい、最終的に東京を超えましたやったー1位になりましたって言ったら、うん、その上に神戸がいましたみたいな、うん、バカなのかっていう話じゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> ね、そうですね,ね <laughs> バカなのかなっていうねうそういう時は確かにちゃんとしたブレーンはいないかもしれないから最初は自分で買ってて、はい、でこれ買う手法でいけますせと、はい、お金出してくださいっていうふうにして加速してる可能性はあるよね。 いや、そうなんでそんぐらいのお金で買えちゃうんだったら、そんなに難しい話じゃないですもんね。う、ね、うん。使、うん、わない方がいいですよでも。もちろん。はい。なんでかっていうと、はい、数字に違和感が出ちゃうから。はい,は,いは,いはい。はい、うん。はい。はい。あの再生回数とか、登録チャンネル者数とかと合わなくなってきますよ、ね。そうん。コメント数とかね。そうそう あの基本的にやっぱ買ったり広告出したりしない方がいいって言われてるんですよ、YouTube もそこまで AI ばかじゃないから、そうそうそう、そう登録者の中でちゃんと見てる人の割合が低いとかそういうの分かっちゃうからそううでしょねまあ今は通用しても AI が多分賢くなっちゃうのどんどん賢くなるでしょうからね、だって僕らも怒られたり褒められたりしてますもんね、AI が頑張ってますとか、もうちょっと頑張ってくださいとか。かかちょっととここれ今んんんわないですけど こんなもの支持するやつがいるとは思えないまあ確かに聞いてたらそうですね俺はねはい俺はね僕も聞いてたらそう思いますねうん兄弟の経済出てるんですよはい勉強はできんのかもしんないけどそうですねどうだろうねでもなんか賢そうな感じは全くしないんだよねうん何なんだろうねまあ子供の頃は真面目だったんじゃないですかそうかもしれないね 何かかがけちゃったもしれないここからちょっと面白いテーマがあって石丸真二が41ぐらいでこの著者の堀さんが7くつなんですけどこれちょっと面白いなと思ったのがパワハラ問題っていうのがあるわけですよ。若い人を上の世代が潰そうとするとパワハラだって言われるじゃないですか。ますね。何も言えなくなっちゃうって現象があったんですけど若い人が出世して後人まで行くと。 途端被覆なと思ってあそうこの7十6 0僕ら含めてだけど上の世代が、うん、まあまあねえ下の立場の者には言えんなとか言うけど、うん、上になった瞬間に。うんうん 逆パワハラ法みたいのが火吹くなと思って石丸さんもこういうレベルの人が本気で調べて本人までしてくるなんて想像もしてなかったと思うんだよねああそうか、うん、世の中の人そんな賢いやつなんかいねえよとじじいとかそんなさ、うんうん、野球してるじいなんか怖くねえよって思ってたと思うんですよ <laughs> そうですねね、うん、秋高田市にそんな自分を超える賢さなやつなんかいるわけねえよつって、うんうん、ね余裕だよとなめてたと思うんですようん、うん、だけどやっぱなめたことなめぷすると、うん、その 普段は若い人に配慮して言わないけど、うん、上に立っちゃったら猛烈な反作用があるんだなっていうのを、うん、もう言われる立場になってしまえば関係な70歳の市長が若手の議員にこれ言ったら、うん、超パワハラじゃないで、ね、すかでも逆だから市政のフリーランスが弱い立場というかそ,そう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 市民,一市民が。うん でこういうこと増えてくると思う若手の市長とか<ー>若手の政治家とか若手の社長とか出てくるけど、うん、でもその,あのおじさんおじいさん世代が決意を下していくとこの水戸黄門の陰謀みたいなことは結局その「老害」って言葉もあるんですけど若い人たちが新しい世界を作るだけの,あの、まあ、フェーズというか、うん、あのストーリーだけじゃ必ずないとは思うので、うん、まあいろいろとメッキーというか。 そういうのを剥がれがていいくんじゃないですかね昔最初はそう思うんだよ若い人が変えていけるって、ね、うんうんそうだと思いますうんだから足利さんもだって別に新日に入った20歳のやつが変えれるなんて30年後だよねってわかるじゃないですか<ー>そうなんだったらね,そうですね無理なんだよねそれはね、うん、もうそうむしろ変える人はベテランだったりするんですよねうん、うん でなんか若くて成功する人がいたとしても裏にはちゃんとじじいがついてんだよ、はい、そうそうそう,そう <laughs> あの俺がケツ拭いてやるから思いっきりやってこいよと、うん、そう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 なんだよね、うん、まあ,、はい、あ挨いなんかしなくていいとか言って炎上したやつもいたじゃんかああいましたねやっぱそこは分かってないよねっていう話だよねだからなんかね読者とかはい 有権者とか、はい、そういうものを、うん、マスの中に紛れている、うん、かマスを見下してなめちゃいけないんですよ絶対そうですね僕も僕もこのチャンネル聞いてる人の中に、はい、僕よりもはるかに賢い人がいると思って喋ってるんですよだからあんまり適当なことはやっぱり喋らないしもちろおかしくね冗談で話すことはあったとしても、うんうん、それはそう思わないと、うん なんていううかな足を救われちゃうもうなんかツイッターとかユーチューブでコメントしてくれてる人が、はい、自分よりバカだと思って対応しちゃうとうん、うん、後でとんでもないことになるし、ね、<laughs> ちゃんと自分よりはるかに格上の人が教えてくれてるんだと思って対応しないといけなくて石丸信二信者の,あのバイトコメントは大嘘つきとかで返しますけど <laughs> バイトコメントと思われるっていうもの、ね、日本語勉強してから来いみたいな。<laughs> 翻訳してるだろうみたいなはいねだって送り仮名とかおかしいんだわなんかそういうのありましたねというわけで水戸黄門の印籠現象っていうのが結構これが日本のクオリティを保つと思うんでちょっと西川さん出版として言いたいのはやっぱり堀さんは自分の出版社持ってたんでパッと出せたっていうもうけ有な人なんですけどはい こういうふうにね、日本のことについて、思ったことを残したいという方がいたら、うんはい、西川さ出版いつでもお話を聞きますんで。確かに。うん。ぜひぜひ。そうですね。はい。一緒にあの、本を売るためにね、一緒に炎上してもらわなきゃいけない。<laughs> <laughs> ちゃんと一緒に燃えましょう。一緒に燃えう、一緒に燃えましょう。ほとね。はい。<laughs> 炎上マーケティング <laughs> というわけでね、この本の話してきましたけど、やっぱ本はいいなと思いましたね。うん、はい。あの、すぐ読めるし、はい。 入ってくる情報と感情の質が高い感覚がウェブ記事で読んでると情報パぱっと追って短く読むんだけど、はい、本で読んでるとその著者が考えてることとかすごいスッと入ってきますねやっぱねうんうん、うん、あとやっぱりこう、うん、あの探しにくいですよね電子書籍はどうしてもこの辺だったと思うっていうのはパラパラめくれば本は見つかるけど電子、うん、書籍やっぱ見つけづらいっていうありますよねうん、うんまあ そういういわけで930円と非常にお求めやすい値段になっておりますはい、おすすめですはい概要欄に貼っておりますと、はいうわ、はい、けでなんかちょっと石丸さんの話はネターがあればどんどんやっていこうと思うんでわかりました ちょっと今日過剰に悪口言ったんですけど。コメントにムカついてて、俺。そっか。真っムカついてて。それがちょっと出ちゃった感じですかうちの西川さん出版で低評価のレビューとかつけられたら、皆さん5をつけて総裁してください。お願いいたします。お願いします。あと、この高評価は1000超えるぐらいまでやってください。ぜひぜひ押していただいて。聞いていただいた方ぜひ押してください。さ幼い方いたら、あなたを石丸信者と認定します。 というわけでね、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。はい、お布施のコメントお待ちしております。それでは、ありがとうございました。